ようこそ、こんにちは。やっと HP15C が届いたみたいやね。海外通販で注文したのが8月だったから2ヶ月ほど待ったかな。というわけで HP15C Collector's Edition Unbox。 輸入品やから関税がかかるんやね。アマゾンからじゃなく個人輸入だからね。料金は配達に来た郵便屋さんが徴収していった。アマゾンとちごたらどこで手に入れはったんどすか？海外の HP のサイトから下にたどっていくと販売代理店のリンクがある。アジア地域の担当はオーストラリアのカリキュレーターワールドだから、そこに注文した。なんだかんだで2万5000円くらい支払った。とりあえず一通りひっくり返したらいよいよ開封やね。コレクターズエディションだからこのまま置いておきたい気もするけどね。付属品も入ってるんかな。ちょっと大きめの箱やね。電卓本体は中枠にきっちり収まっている。外箱の窓から見えてたんは本体やったんやね。箱がやけに大きくて重いと思ったら分厚い説明書が出てきた。今時の製品はみんなウェブサイト見てくださいみたいなやり方やから味気ないけど、これは値打ちあるね。最初のページはヒューレット・パッカードの電卓の歴史が書いてあって、一読の価値はある。ただし英語だけどね。英語やとちょっと辛いかな。電卓本体の説明書なら横川ヒューレット・パッカード時代の日本語説明書がウェブサイトを調べれば出てくる。復刻版だけあって昔の説明書が使えるんやね。まさか挿絵まで当時と同じものとは思わなかった。本体を取り出して他の付属品も見ていこう。結構いろいろ入ってるね。整理しないと机の上がごちゃごちゃしてきた。これは注意書きとケースやね。ちなみにこれは HP12C の開封の時の様子だ。さすが現行機種、ブリスターパックでウォールマートの文房具売り場にぶら下がってそうやね。これが本来の姿だろうけどね。雑に開封してしまったけど HP12C と並べてみよう。 HP12C がゴールドで 15C がシルバーなんやね。シルバーというよりかなり白っぽいけどね。ケースもしぼめがついたのに変わってますな。どちらも本体にぴったりで手触りも良くてとても使いやすい。じゃあ本体を詳しく見ていこう。サインコサインのボタンが並んでるといかにも関数電卓らしいね。このボタン、クリック感があって節度のある押し心地だから操作するのが楽しくなる。ウップ主さんのことやからこの電卓の右半分しか使わへんやろけどね。あえて否定はしないよ。裏はこんな感じで何やら説明が書いてある。 HP12C と同じくフィリピン製やね。並べるとこんな感じだ。外観で一番の違いは裏面かもね。電池の蓋がネジ止めになったのが小さな変化かな。よく見ると便利そうな換算表が書いてある。使おうてみた感じは HP15C も 12C も似たようなもんどすか？それは全く一緒、見分けがつかない。ちょっとネットで調べたら12年前に再発売されたリミテッドエディションは品質に問題があったみたいどすけど、今回のはどうもおへんやろか。ボタンのぐらつきや液晶の不具合もない。現行の HP12C と同じだから安心していいと思う。開封動画はここまでなんやけど、せっかくやし HP15C で何か計算してもらいましょうか。何か計算といっても数学の知識は皆無だからな。猫に小判やね。じゃあ算数の割り算の余りの出し方をやってみようか。7÷3 やったら2余り1の余りの部分やね。7÷3を普通に計算すると2の後に小数がいっぱいひっついてますな。この小数を余りとして求めたいときは、一部の電卓はそれ専用のキーがあるんだけれど、
この HP15C や 12C はそれがない。ほな、計算で出しますのか。レジスターを使った力技になるけどね。計算のやり方はどんなんですかいな。まず7を3で割って小数のついた答えを出す。その答えから小数部分を取り除いて整数にする。その整数と3をかけた数を7から引くとそれが余りだ。手数は多そうやけど、やってみましょか。計算するにしても各レジスターに数値を割り当てて準備をすることになる。 T と Z レジスターに7を、 Y と X レジスターには3を入れるんやね。そのレジスターをやりくりしながら 7÷3 の余りを求めていくわけだ。まず X レジスターに割る数の7を入れる。7が入ったけどまだ確定とちゃうんやね。エンターで確定。スタック上昇が起こって X レジスターの値は Y レジスターにもコピーされる。ここでもう一度エンターを押してスタック上昇。 Z レジスターにも7がコピーされる。次は割る数3の入力だ。エンターで確定と同時にスタック上昇。これで T と Z レジスターに7が、Y と X レジスターに3が入れば数値のセットは完了だ。ただ HP15C は Y レジスターと X レジスターの間で計算するから、 7÷3 が計算できるようにレジスターの配置替えをしないといけない。レジスターの席替えやね。それはどうやるんどすか。ロールダウンキーを使えばレジスターの並び順はそのままで、中の数値だけ順送りで位置を変えることができる。ここまで来たらあとは計算だ。割るボタンを押すと 7÷3 の計算が始まる。計算の結果、 X レジスターの値は 2.333 の循環小数になる。計算と同時にスタック効果も起こるから、 Z レジスターにあった7が Y レジスターに降りてきてるね。次は X レジスターの値から循環小数を切り離して整数化する。やり方は、水色の G キーを押して右隣の水色文字のイントキーを押せば X レジスターの値が整数のみになる。 3×2 の計算がしたいので T レジスターに対比しておいた3を X レジスターに呼び戻す。水色のキーを押したらその上のボタンのロールアップが有効になるんやね。これで 3×2 が計算できる。X レジスターが6になったから、あとは7から引くだけやね。これが HP15C を使った余りの出し方だ。押したボタンの数は13個か。ちょっと手間がかかりましたな。あまり計算専用のキーがないから手順は多くなるけれど、スタックレジスターのやりくりで一応余りが出せたわけだ。今までのお話は HP15C のことやったけど、これと同じことは HP12C やったらでけへんのどすか。できなくはないけれど、 12C と 15C ではキー配列が違うからちょっと工夫が必要かな。それより手順を省いた別の方法で余りを出してみようと思う。裏技どすか。正攻法だと割った数の整数の部分を使って計算したけれど、この計算方法は小数の部分を使って余りを出す方法だ。ほんまやったら小数の部分が余りの本体なわけやから、今度はそれを利用するんやね。割り切れない小数の部分を使うからあまり綺麗なやり方ではないけれど、正確さや手順よりも手軽さや速さを優先したい場合もあるから、これはこれでありかなと思う。ほなちょっと実際の手順見てみましょうか。
正攻法じゃないけれど、これでも余りは出せる。アイデア次第でいろんなことができそうどすな。ところでこの HP15C、 国内代理店もないし、アマゾンでも取り扱いがないのによう皮張りましたな。 HP15C コレクターズエディションは限定販売ではないものの、40年以上販売され続けている HP12C ともども、いつまで販売されるかわからないし、買えなくなってから後悔したくないから、今回個人輸入で買ってみた。慣れたら便利な RPN 方式やけど、今や絶滅危惧種やからね。さて、次の動画はまだ決まってしませんねけど、チャンネル登録して待ってておくれやす。